臼井荘は、下宇佐国院馬群内に、平安時代末期から、室町時代にかけて存在した荘園。千葉常への弟常安が子祖とされる臼井氏名字の地でもある。荘域は、現在の桜市西部鹿島川佐岸域、千葉市北端部、四街道市全域、八千代市北端部域、船橋市北端部域がそれぞれ含まれる、陰丸沼西南方一帯に及ぶ。 小園領主及び僧の成立の成立事情は不明であるが、常安が薄水の地に封じられたのが平安時代末期の11世紀末であることから、僧の成立時期もその前後と推測される。あず鏡などには薄水城を本拠とする薄水氏が源の頼朝、鎌倉幕府の御家人として幕府の諸行時に駐禁している様子が書かれているほか、法事元年に起きた 工事合戦の折に、三浦氏に加担。この乱を境に一族が分裂し一時、薄石勢力が衰退。その間、千葉津根谷の三男種森を外する、竹石氏の台頭を招き、旧下室村、旧大和田村、旧小手橋村より西方がその勢力下となったことが、分かっている。省の西部半分にあたる島田、牧谷、平戸、小室などの所村は、 仙田康市種の量するところとなり、南北朝時代には、北朝方の種貞流千葉市の勢力下に入って、さらに、それらの村々は、千葉種貞によって有志である、中山本名寺の比喩に譲与された。この際、譲与された、地域一帯が、日蓮州に改修したとされる。また、宇井市は、鎌倉時代後半期の不振機を乗り越え、宇水幸種の代に丘料を取り戻していき、 南北朝時代の略王元年、サチタネ着南、薄い沖種の時に、北朝方の足利高氏に参じて、先行を挙げ本領を安堵された。そして、戦国時代には、千葉市の有力一族原氏が治めることとなった。薄い層の推定範囲、桜市市、八千代市の歴史、船橋市前編より、千葉大軒図、薄い中高期、薄い家電、 中山北起教事文書原徳3年9月4日付、千葉種貞田譲り場など、ありがとうございます。